ヘンリー・スペンサー・アシュビーヘンリー・スペンサー・アシュビーは、イギリスの実業家、諸子学者、エロ機カの収集家として知られるほか、我が秘密の生涯の著者の可能性が高い人物として、しばしば名前が挙げられる。アシュビーは1834年4月21日、ロンドン・サザックで、火薬工場の経営者、ロバート・アシュビーとその妻・フランセスとの間に生まれた。幼少時代については、 記録が残されていないが、14歳で、ケンジントンの寄宿制グラマースクールに入学し、教育を受けた。生来より読書好きであったアシュビーはこの学校の図書室で多くの時間を過ごし、16歳で卒業した後、宝石関係の仕事に就いた。アシュビーは20歳を数える頃から日記をつけており、その中でも女性に対して、興味を抱いている自分の感情をつぶさに書き綴って、 言ったが、エロティカ収集の直接のきっかけとなったのは1850年代のある時期に知り合った、ベルギー人のジョゼフ・オクターブ・デルピエールによるところが大きい。デルピエールは当時ロンドンで、ベルギー領事館の領事を務めていた人物で、エロティカに深く精通していただけでなく、様々な人脈を持っていた。デルピエールを通してアシュビーは、次第にエロティカの世界へと入っていくこととなる。 1862年6月28歳になったアッシュビーはドイツのハンブルクで結婚する。相手はユダヤ系ドイツ人の商人、エドワード・オット・チャールズ・レイビーの娘、エリザベス・ジョセフィン・ジェニー・レイビーであった。この結婚によってアッシュビーは、エドワードの経営する会社のロンドン支店、経営パートナーの座につくこととなり、一躍裕福な暮らしを送るようになった。 1865年には、住居をロンドン中心部のブルームズベリーへと移っている。エリザベスとの間には3人の娘と2人の息子を設けたが、息子の1人は出産直後に死亡している。もう1人の息子は、アーツクラフツ運動を普及させた、芸術家の1人、チャールズ・ロバート・アシュビーである。1867年に、父・ロバートが死去すると、 その遺産をも管理するようになった。仕事柄、ヨーロッパ各地を飛び回ることの多かったアッシュビーは、その傍らで各国のエロティカ収集に精を出していたが、この傾向は同居していた父の死後は、さらに顕著になり、仕事だけでなく、観光などの名目で海外旅行をするようになった。買い集めたエロティックな書物は、家族の目に触れぬ、よう、 自宅からそう遠くない方問に借りた家に保管していた。1860年代末から1873年までは日記が残されておらず、1869年と1873年に娘が生まれたことなど断片的な情報しかわかっていない。40歳を超えた頃から収集したエロピカの書誌情報について雑誌などに多くの文章を寄稿するようになる。 1880年代に入ると活動範囲は世界中に広がり、1880年10月から翌1881年7月までの間に、エジプト、インド、セイロン、ペナン、シンガポール、ジャワ、シャム、香港、上海、北京、関東、日本、アメリカ合衆国を周遊している。目的としては、仕事上関わりのある各地の代理人との打ち合わせや、 名所旧跡の観光であり、これらをまとめ上げた旅行記を出版することを考えていたようである。この日記の中でもエロティカに対する興味があったことが伺える記述が時折出てきており、ああ、卑猥だ、とても卑猥だ、胸の形が実にいいといったことを書き残している。1891年、アッシュビーは家族と別居することとなる。この原因には、 家族間での金銭的なトラブルとする説やアシュビーに愛人がいたとする説、エロティカの収集が家族にバレてしまったとする説などがあるが、はっきりとは分かっていない。晩年に入ると、エロティカの収集だけでなく古典の半本収集などにも手を出すようになり、それらの書士情報をまとめ上げては発表することで、ブックコレクターや書士学者としてアシュビーの名は知られるようになる。 最も知られているのは、ミゲルデセルバンテスのドン・キホーテ半本の収集で、アシュビーのコレクションは384点に上っており、これは個人としては最大のコレクション数である。その他にも、フランスの喜劇作家、モリエールや、小説家アラン・ルネル・サージュの作品、18世紀のイギリスの水彩画作品など、エロティカにとどまらない多数のコレクションを所持していた。 1896年には、こうした功績から、マドリードの王立アカデミー在外会員に、選出された。その後、ケントに移ったアシュビーは、10枚に当たる女性に面倒を見てもらいつつ、1900年7月29日、肺の病や心臓疾患の悪化、肝機能の低下といった、複合的な要因により死去した。タイムズなどのロンドンの新聞には、ブックコレクター、書子学者、 実業家として成功した人物として、追悼記事が出された。アシュビーの死後、1600点に及ぶ膨大なコレクションは、遺言によって大英博物館に寄贈されることになった。人目をはばかられる、卑猥な書物に、博物館側は対応に苦慮したが、最終的には、すべてのコレクションを引き取っている。アシュビーが執筆したこれら書誌情報の解説目録は、ピサヌスフラクシの名で、 金書目録、基本百冊、基本シリーズなどとして3度出版されたが、大英博物館では挿絵が省かれた上で、エロティックな文学百科事典としてまとめられている。詳細は、我が秘密の生涯を参照。我が秘密の生涯は、ビクトリア朝末期、1888年から1894年の間に、オランダのアムステルダムで出版された書き物である。11巻。 4200ページからなる膨大な自助伝形式の作品で、匿名の作者による鹿番として25部ほどが世に出回った。主人公となる男性の性癖と、その変歴を幼児期から晩年に至るまでを精緻な描写で国名に綴った内容である。ありがとうございます。